世界で最も気温上昇が早いとされる北極で今、何が起きているのか。テレビ朝日の取材班は最北の村で50年以上暮らす日本人の漁師を取材。夏の異変が見えてきました。北極圏にある世界最大の島、グリーンランド。地球最北の村と呼ばれるシオラパルク。人口40ほどの小さな村です。そこで暮らす日本人、大島郁夫さん、76歳。移住して51年、地球沸騰化と警鐘が鳴らされる今、夏の異変を口にします。夏はやっぱ変わってね、水温が上がってるのはね、やっぱね、一番あれだね、もろに感じるのね。大島さんは1972年、25歳の時にグリーンランドに移住。日本人で初めて北極点に犬ぞりで到達した一人です。冬はマイナス40度以下にもなる極寒の地、グリーンランド。大島さんは1000年余り続く犬ぞり漁を受け継ぐ数少ない漁師です。当たった。500メートル先のシロクマを一発で仕留める腕前。上向けて撃ったの。ところが今は温暖化の影響で生活に大きな変化が。動物の移動が変わっちゃってるよね。移動、氷の張る時期がさ、ずれてんでしょ。セイウチ一番もろに影響あるね。で、犬の餌であり人間の餌でありね、主にセイウチの肉で生活してた。以前はセイウチ漁の際、氷の張り方が安定していて、海氷の上にテントを張り寝泊まりできたといいます。ところが今は氷が安定しなくなっちゃってね。だからセイウチ狩りに出るなんていうの冬ね、めったにない。9月ぐらいね、他の近くまで来てたからね。で、今だって11月に入んないとね、近くも来ないからね。今や海が凍るのが2ヶ月遅くなり、セイウチ漁ができる期間が短くなっています。異変は他にも。ムール貝いるわ。ムール貝、ムール貝です。昔はね、めったにいなかったの。あ、そうなんですか。うん。潮が引いた海岸に行ってみると、ほら、すっごいたくさんいます。温帯の海水域に生息するとされるムール貝が北極で増えているといいます。2000年に入ったあたりから急にたくさん増え出してさ。はい、大島さんは移住した半世紀前は海に入れなかったが、現在は入れるほどにまで海水温が上がっていると、温暖化を実感しているということです。